はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。行きましょうか。ハンギョレでございまして、お隣さんにはメディアがあるんですけども、もうこのハンギョレというのはバキサハですね。バッキバキのサハです。東京電力がですね、福島第一原発処理水の放出について説明会を開いたんですけども、ハンギョレは入れてもらえなかった。あまりにも偏向報道するわけですね。まあ日本で、いや、まあ朝日新聞、まあ、イメージ的には東京新聞に近いでしょうかね。そう、なんて言いますかね、もう意図的にこうねじ曲げてるという感じがしますね。望月磯子さんという有名な記者さんいますけども、ああいう感じでしょうかね。かなりこうハッスルしてですね、ねじ曲げてます。だ、今でもね、私が見てる中ではですね、こう処理水問題が一番うにゃうにゃギャーギャー言うてるのがハンギョレですね。そのハンギョレ、当然今の現、ユン・ソンニョル政権に対しては反対の立場でございまして、何かと何かとですね、こう非難めいたことを毎日毎日載せています。まあまあ、だから東京に近いかな。ちょっとレベルも低いですからね、やっぱり東京でしょうかね。社説ですね、ユン大統領は義母の法廷拘束について国民にきちんと釈明謝罪せよと。ちょっと読みますね。数百ウォンの銀行残高証明書を偽造した疑いで起訴されたユン・ソンニョル大統領の義母というのは、奥さんキム・ゴンヒさんって、あの綺麗なお方の実母さん、お母様ですね。チェ・ウン・スン被告は21日控訴審宣告公判で懲役1年を言い渡され、法廷拘束された。一審に続き二審でも有罪を認められた上、材質が悪く逃走の恐れもあるという理由でその場で拘束されたのだ。現職大統領の義母が拘束されたのは初めての出来事だ。にもかかわらず大統領室は沈黙を守った。大統領選挙の過程でも争点になった家族の犯罪事実が裁判所で繰り返し認められたにもかかわらず何の言及もしないのは国民を無視する態度だと。まあ以下続くんですけど、これくらいにしておきましょう。今読み上げた通りでございまして、あのキム・ゴンヒさんのお母様はですね、銀行残高証明書を偽造してですね、こう融資か何かを引っ張り出したんで、土地取引か何かにおいてですね、それを偽造したわけですね。で偽造してそれを利用して土地取引をやらかしたわけです。だまあ別にあれですね、34億4000万円とかです。まあそういう残高証明を偽造するのは、まあ、日本でも私文書偽造に当たりまして、これはですね、刑法犯ですね。で割合重い罪ではないかなと思います。でまあ有罪であると認定されて懲役1年やったかな。で要は実刑です。76歳でいらっしゃるので、まあまあな、まあまあのお年ですね。でも逃走の恐れがあるということでですね、拘束されて、要は拘置所みたいなところですね、日本でいうところに収監をされていました。でそのこのお母様はですね、この場で死んでやるとか言って自他バタをなさってですね、裁判所職員にですね取り押さえられて、そのままですね、まあ行くべきところに行ったということですが、これについてですね、大統領は釈明せえ、謝罪せえというのがこの記事でございます。ここでも初めてというふうに書いてありますけど、なんと言いましょうかね、お隣さんというのはね、大統領の義母が逮捕されて、現役大統領の義母が逮捕されると、まあ、珍しいというか初めてかもわかりませんね。でもその大統領辞めた途端に逮捕されるという人は今何人もいましたからね。さっき言ったパククネさんなんかもそうですね、あっという間に逮捕されて、結局刑務所で何年も過ごすことになって、体調を崩してですね、やっとお情けでですね、出されたと、特赦を受けたということですけども、このままいけばですね、ムン・ジェインさん前大統領、多分今年の後半あたりに逮捕されるんちゃうかなと思います。今の野党党首イ・ジェミョンさんも逮捕されるでしょう、多分。もう本当にね、ネタはいっぱいあるんですよ。お二人ともタイミングを計ってるだけとしか思えません。
まあそれはいいんですけど、そのこのですね、奥様キム・ゴンヒさんも実はですね、あの疑惑がいろいろあるわけですね。ドイツモーター事件なんてありましてですね、まあ要はなかなかですね、なんていうかお金儲けにも長けてるところがございました。でお隣さんの人々というのはね、なんていうか法律というものに関して日本人とはちょっと感覚が違うわけですね。それは基本守らなあかんもんやというのは僕らの基本の考え方でしょ。法律は守らなあかんと、法律は犯したらあかんなんですけど、向こうはそうではない感覚だと私は思います。つまり法律なんかまあ適当に やっといてですね、金儲け優先でやろうやないかと、でバレたらなんとかしたらええねんぐらいのですね、そういう感覚なわけですね。それでね、言ってみればね、量刑と言いましてね、このな悪いことをしたらですね、懲役何年とかっていうのが量刑なんですね。懲役何年の何年っていうのが量刑でして、日本に比べてだいぶ甘いような気がします。で日本でね、例えば前科3犯とか4犯とかいう人がですね、もしこの同じですね、あの銀行証明を偽造したと、私文書行使なんかやらかしたとしますよね、前科3犯4犯の人が。そしたら最大量刑が、最高で私文書偽造がいくらかしませんよ、5年であればですね、この5年に近い実刑を受けるんですよ。なぜかというと、その人はまたやらかすかもわからんから、十分に反省をしてもらわなあかんというのが日本の裁判所の考えなんです。だから最高刑が5年であればですね、4年5ヶ月とかですね、4年 5月とか6月とかですね、そういう判決を受けるはずです。もちろん検察は5年目いっぱいを求刑するはずですね。間違っても執行猶予なんかつきませんよね、前科3犯4犯の人に。お隣はちゃうんですよ。あのごめんなさいって言ってたわ、これこれこういう事情があって、もうこれを作らざるを得なかったんです、裁判長上がってくださいって言ったら執行猶予つくんです。いい国でしょ。その結果ですね、どういうことになるかと言いますと、その辺の道をですね、前科30班40班の人が歩いてるわけです。30班40班ですよ。日本では道歩けませんよ。15班目ぐらいでもう道歩いてませんよ。必ずインプリズンですよ。でしょ、そこまで行けない。大体30班まで行けた人めったにいいんじゃん。よっぽどね、軽微な罪をですね重ねれば30班行けるかもわかりませんけども、あれちょっとした罪でも懲役1年とか食らいますからね、その10で前科10班とかなりますと。昔ね、あの知り合いの先生がちょっと見に来るって言われて、はーいって言った人はですね、前科12班ぐらいやったんかな。で、割と凶悪犯も過去にやらかしてるんですね。それで、その人はコンビニでですね、128円の安倍川餅を万引きしたんです。それでね、窃盗犯ですよ。窃盗ですよ。窃盗で、ですね、捕まったんですよ。もちろん収監されてますよ。128円ですよ。それで裁判やってるんですよ。で、窃盗という罪はね、日本では最高刑10年なんですよ。そうするとだから、前に刑務所出てからですね、2年以内やったかな。で僕はその公判を聞きに行ったんですけど、そこでもう決心しました。決心して、何年の量刑だったか知りませんけど、多分3年や4年は黒たんちゃうかなと思うんですよ。128円の窃盗ですよ。窃盗というか万引きですよ。まあ一緒ですけどね、3年4年黒たんちゃうかなと思うんですよ。これを多分ね、お隣やったらね、数ヶ月で出されるんちゃうかなと。128円出したくないよってなって、じゃあ、また半年ほど入っといてっていうことになるんちゃうかなと。僕の感覚理解ではそうなんですよ。だから30分40分が道歩いてるんですよ。怖ってしゃあないやんと思うでしょ。で国会議員300人いるんですけど、300人のうち100人に前があるんですよ。日本でね、前があったらね、まあいますよ、前がある人、鈴木宗男さんとかね、あの時立派にお勤めようになって出てこられましたけど、まあ日本600何人にいますけどね、700人ぐらいいたんかな、国会議員。前がある人なんてどうでしょう、2桁、まあ3桁は絶対いきませんよね。2桁でも20人とか30人、しかも警備だった意味でしょ。宗男さんみたいにお勤めしてきたみたいな人ってめっ
ったにいない、数人しかいないんちゃいますかね。でおそらく向こうでは300人のうち100人の多分半分以上はお勤めもしてきたんじゃないですか。で向こうはね、財閥のね長とかってほとんどお勤めの経験があるんですよ。すごいでしょう。やっぱりね、これね、こうクリミナルなものに対する感覚は日本とは全然ちゃうんです。しかも刑法犯認知件数ってのは日本の何十倍にもなるんですよ怖いわ。まあええわあんまり言い過ぎると良くないのでやめましょうね。はい、ではこのハンギョレのですねアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。